ホンダ NSR250R、NSR250R、n s r 2 5 0 r は、ホンダ技研工業のレーサーレプリカタイプの2、ストロークオートバイである。社名の NSR は、ニュースプリントレイシングの略である。競技車両である、ワークスレーサー NSR500 のレプリカで、市販車の NSR シリーズの中では、フラッグシップモデルになる。ホンダは、 WGP で NS500 が1983年にチャンピオンを得るなどベース部門での2ストロークのオートバイの成功を収めた。一方、市販車部門ではヤマハの RZ250、350のヒットにより販売で大きく分けられていた。RZ に対抗してまずは4ストロークの CBX400 回と VT250 回を発売すると爆発的ヒットとなったが、 直接競合するニストローク車種が不在であったことと、さらにヤマハに差をつけるべく、MVX250 回を投入した。しかし、焼き付きの多発や、同時期に発売された、フルカウル、アルミフレームの RG250 ガンマなどに押され、失敗となってしまった。再度、市場に参入すべく1984年の NS250 回、R の発売で販売は、互角となった。 ヤマハは、その後、TZR250 を発売し、ホンダとのリードを広げる。それに対抗すべく1986年に、NSR250R を投入する。抜群の速さを誇る NSR は発売当初から大ヒットする。初代モデルより、ヤマハ TZR250R、スズキ RGV250 ガンマとの密度萌えによる、 熾烈なニストローク術開発競争が繰り広げられ、1987年から1990年の間は毎年モデルチェンジが行われた。NSR のヒットでニストバイク市場のトップを奪うことになり、その後は TZR250R と市場を分け合った。NSR は形式で大きく MC16、MC18、MC21、 MC28 の4種類に分けられる。なお、歴代モデルすべて一貫して、指導方法は、キックスターターのみを採用し、セルスターターは、装備されていなかった。形式 MC16、1986年に、NS250R のフルモデルチェンジ車として、登場した。新設計の、目の字断面を持つアルミニウム製、ツインスパーフレームに、 クランクケースリードバルブの水冷ニストロークレード V 型に気筒エンジンを搭載し、競技専用車 RS250R をそのまま、行動用にスケールダウンしたようなレーシーな姿をまとっていた。エンジンのクランクケースなど一部部品には、ホンダレイシングの刻印が入り、競技用車両とパーツの設計を一にしている点も注目された。形式 MC18。 スピードリミッターなしの最後のモデル。二代目のモデルは1987年11月に登場した。なお、この1988年モデルは市販レーサーの RS250 と同時開発された。このモデルは約2年間販売され、1989年式は1989年2月に発売された。このモデルから、 テールランプの衣装が丸め二頭となった。1八十九年式では、エンジンの出力特性を制御するコンピューターが、PGME、e、PGM とは、プログラム度の略へ、キャブレターが、PGM キャブレター E へ進化するなどし、最高出力四十五 p s 九千五百 r p m 最大トルク三点七 k g m 八千五百 r p m と八十八 n s r と、 変わらないものの、前年式よりも幾分マイルドな出力特性が与えられた。この年は、フィムのレース規則が変更され、カウル全体をフロントタイヤの中心線よりも前方まで伸ばすことができるようになったが、行動モデルの NSR もそれに合わせて形状が変更された。また、MC18 からは上位グレードとして、 マグネシウムホイールが装備された88と合わせて、乾式タバンクラッチ89が装備された、ホンダ NSR250SP が用意された。MC18 には、SP グレードとは別に、F3 用キットパーツをあらかじめ組み込んだ、コンペティション用コンプリートマシンとして、HRC より少数が発売された、NSR250RK が存在する、紛らわしいが、 HC の K は、キットパーツの K であり、市販車の年式を表す NSR250RK とは別。これは、NSRSP をベースに、専用の補強入りフレームや、専用の車高調整機構付きサスペンション、多数の変更が加えられたエンジンや電送を装備した TT 解散専用車両であり、SP とは、全くの別物と言って良い。エンジン部品で専用なのは、 クランクケースのみだが、純正と同じ金型から生み出されながら、ほぼすべての部品が、同年式の競技専用車である、RS250 の部品と見合うばかりに加工された、ものであり、その動力性能は、RS250 に肉薄するほどである。その価格差から、細部のクオリティは見劣りするものの、そうして、世に送り出された、RK たちはサーキットを石鹸し、 GP250 クラスと互角に近いタイムを叩き出し、4ストローク 400cc の車両を打ちのめし続けた。押しムは、RK が生み出されたわずか数年後に、TT 解散クラスが廃止されてしまったことである。なお、この車両は、スリックタイヤ対応のためホイールサイズも RS250 と同等に変更されている。FR は可能だが、RR に互換性はない。 専用キャブレターボックスと専用ダクトを装備し、PGM キャブレターは装備されていない。ACG は専用品の軽量ローターを使用するため、行動用 NSR と互換はない。形式 MC21、1990年2月登場の3代目、モデルは大きな外観デザイン変更を受けた。アッパーカウル形状はスラントノーズで小さく、 特徴的だったヘッドライトはスマートな薄型幅広、形状の二頭ハロンヘッドライトに変更された。リアシートカウルは髪型へ跳ね上がり、クラウチングスタイルとなる。最も大きな外観上の変更点は、スイングアームへのガルアームの採用である。ガルアームとは、V 型二気筒エンジンの後方シリンダーから伸びる、排気用チャンバー形状の高効率化を目的して、 右側スイングアームと前方シリンダーの排気チャンバーが干渉しないよう、スイングアームを絵の字に屈曲させたもの。ホンダワークスレーサーでは89年の NSR500 から採用された技術である。また、エンジンは、シリンダー、シリンダーヘッド、クランクケース、クランクシャフト等の主要部品が新設計され、出力特性を制御するコンピューターも PGM-EE に進化し、 扱いやすさを兼ね備えた出力特性が与えられた。この MC21 では1990年4月に SP が発売され、1991年5月に SP と STD モデルの中間に位置する SE が発売された。1992年1月に MC21 後期型と SE、SP が発売。また、MC21 は、 ジムカーナライダーの中でも特に戦闘力の高い車両とされており、大会になると上位陣の大半、現在はかなり減ったが、それでもまだ多いが、NSR250R で締められるなども多いを振っている。なお、MC21 までが45馬力、MC28 はオートバイメーカー4社の自主規制により40馬力になっている。 の3グレードがあった MC28 最終型。1993年に登場したモデルで NSR250R としては最終モデルになる。外観上最大の変更点は MC21 で採用されたガルアームが肩持ち式スイングアームであるプロアームになった点であるが、これは耐久レーサー RVF からのフィードバックである WGP マシンは アームの向きが逆でチェーンラインも逆になる。同時にヤマハがガルアームのパテントを持っていたが、その使用猶予が継続生産モデルかつ93年いっぱいに限られたためという事情もある。ガルアームのパテントまたチャンバーの入り口を絞ることにより40馬力にパワーダウンされているが、社外品のチャンバーに交換することにより本来のパワーにすることが可能である。 エンジンマネージメントシステムは PGM4 に進化。ハンドルロックの解除やエンジンを始動する際に使用するキーは PGM メモリーカードと呼ばれるカードキーとなり、通常の行動用 PGM メモリーカードの他に競技専用の PGM メモリーカードを使用することでエンジンの特性を簡単に変更することができた。またこのモデルからヘッドライトが常時点灯型となった。 主な新機能としてガールグレードワの3つがあった。1990年代後半、日本国内において関心が高まっていた排ガス、規制問題、特に都市部におけるに対しホンダは、今後の市販車は 50cc のスクーターからスポーツモデルまで2ストロークエンジンでは自動車排出ガス規制の新基準に適合しないため、一部の競技専用車を除き、 全てクリーンな4ストロークエンジン PGM5 を採用していくという方針を固め NSR250R も日本国内では1999年を最後に販売が終了した。なお、最終的に SE グレードのみが販売され輸出者は存在せず日本国内モデルとして1980年代、1990年代初期に旋風を巻き起こした。 NSR250R の歴史に幕を下ろすこととなる。2016年現在、ニストロークのレーサーレプリカは新車のラインナップとして存在しないため、状態の良い中古車が新車時の価格を上回る高い値段で取引されることもある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。